あの勝利の後の喜び方を見て、も気持ちよかったのかなと思うんですけど、率直に今のお気持ちくださいますか。いや、もうなんか、まあ、いっぱいいろんな人に今までちょっと支えてもらって、でずっと自分は全日本で2番やって、ちょっと落ちてた気持ちが落ち込んでた時もあるんですけど、ちょっと周りの支えで、またやる気とかいろんなこととか取り戻すことできて、でもなんかみんなの分も戦ったって感じで、もうほんまに気持ちよかったですね。あの決勝もスタンドの圧力が非常に強くて、はい、こう快勝だったと思うんですけど、内容面ご自身どのように感じてますか。内容は最初のグラウンドで終わらそうと思ったんですけど、そのなんかなかなか上げることできなくて、まあでもその後、まあ、自分はあんまスタンド自信なかったんですけど、技取ったりとか、まあでもうまいことあのスタンドで取れて、で失点もなく優勝できたのは、まあ、嬉しいですね。あの9月に世界選手権も経験されて、はい、いろいろと身になるものもあったんですが、そのあたりいかがでしたか。まあ、そうですね、なんか、まあ、その時はなんかもう全然自分が落ち込んでる時で、正直全然やったんですけど、まあ、なんかいろんな出会いとかあって、で今の彼女がボクシングで全日本取ってて、11月に、でそれで俺もやっぱ取らんと顔立たんなって思って、うん、まあ、その世界選手権とかもいろいろやっぱり自分の経験にはなったんですけど、やっぱりそこからのみんなの支えがでかくて、あとはもう自分の気持ちがもうめっちゃ調子よくて、で今回の結果につながったんかなって思います。あの私から最後になりますけども、階級含めて今後のプラン、はい、6月全日本にあのパリ五輪見据えて、はい、まあ、どんな今プラン描いていらっしゃいますか。まあ、今後は、まあ、正直自分気分屋なんで、まあ、その時の気分で上に上げようか下に下げようか、じゃこれからまた考えていきたいですね。わかりました。私から以上、他に質問のある方いらっしゃいますか。知らないですね。なければこれで終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。メリークリスマス。